待って待って、これあの後ろですんごいソニックブーム出てるけど、これバグじゃない？あ、でもやっぱ待って待ってくれ、集中できないよ豊臣さんはやっぱあの黒田さんに従わない。よし、行こう。期待はするな。俺は俺の戦いをするだけだ。なんか同じセリフでも変わって聞こえるな、こうなると。豊臣が戦わされているな。うん、救援するなら時間とゴムを倒していくか。オッケー、このままでは。誰か救援を。今行くよ、ちょっと待って。北の山岳、そっちで。分かった。周囲の敵を切れば助けられるか。周囲の敵ね、了解。おっと、ああそうか、一緒に攻撃する、なんだっけ、デュアルアタックって呼んじゃってるけど、あれがないんだね、一人だから。さよならだ。了解。この先にも孤立している武将がいそうだ。こっちにいるね。城内の時間阻行軍を倒す。わかった、いた、助けよう。避ける、打ち上げて、回転斬り。石川さん大丈夫？巻き込んでる気がする。打ち上げて、オッケー。助かったぞ。全然いいよ。化け物どもめ、いくら倒せば勢いが衰え、なしがあかぬわ。あ、救援だから。あ、今のはあれか、あの喋ってますよってあれか。あ、はてなマーク出てるな。とりあえずいいのかな。あっち側に行こう。いっぱいいるね。ついでだからちょっと倒しておこうか。これ本当に無視していいのかもしれないけど、ちょっとゲームやってる差が、無双ゲームもっとあらかじめやっておくべきだったかもしれないな。どうしたの君、一人だけ。はーい、二人一組で組んでくださいっていう状況これ。うん、助けるよ。おっと、もうちょっと必殺技ももう少しで溜まるな。オッケー。あ、ここには武将はいないのか。ん、秘密の隠し扉があったりするわけではないか。行こう、助けるよ。あとはあの真ん中だね、やっぱり。こっちかな、いるね。え、来たか。取り憑かれてる。増援で黙らせて。この人が持ってるのがヤマンバギリ国広ってことか。七尾明信、俺を見ていたのか。分かってるのか。まさか。今は敵を倒すことだけ考えろ。さすがに情報がない中でこの姿を自分の刀の姿だと思わないはずだが、やっぱり時間阻行軍が何か情報を与えてるのか。逃げられたね、どうしよう。解析だから、まずあっちいろんな場所行ってみよう。邪魔だよ。了解。いくら雇用切るだけだ。これぐらいは。あ、やべ間違えた。俺を移しと侮ったこと、ごめん、指が滑りました。雑魚的に使っちゃってあれだけど、見せよう。切る。カメラワークに入り込んでくるんじゃないよ。俺は偽物なんかじゃない。せっかくのかっこいいシーンが。そういう妨害工作で、敵としての精神的なダメージをついてこないでくれ。正々堂々戦おう。こっちはあ、行ってないか。よかった、了解。これ全員の武将を助けたらあそこ行けるのかな。避ける。前方、これで終わりだ。どういうつもりやら、うつしの俺の偽物。だからなんだ。もう十分国広さんも成長はしてるが、あとほんの少しでも、その一歩がでかいんだね。まだまだだ。オッケー。この敵は、
特定の条件で解析率が下がってしまう。解析率の下がる条件が、あ、なるほど、わかった。今下がってるな。ちょっと待ってくれ。ここ、あ、また閉まっちゃった。待て。武将か？あー、敵の中ボスが出てきちゃったのか。で、武将が今救援状態に含まれてなくなっちゃったから、ゼロになっちゃったのかな。OK。そうかもね。とりあえずこの辺の敵を倒そう。ごめんね、置いてっちゃって。すごいね、生身の人間で。こっちにもいるな。ごめんね、助けるよ。部下も一人いるね。よく生き残ったね、この中。素晴らしい。助けてあげて、主よ。再び敵の増援のようです。わかった。まだ来るのか。仕方ない。オッケー、必殺技が溜まった。あとこっちだね。あ、この人は無事っぽい。じゃあ真ん中行こう。空いてるね。邪魔だよ。さよなら。オッケー、行こう今のうちに。いい、ね、よし、オッケー。この助ありがとう。いるな、あなたか。わかった、一騎打ちだ。危ない、行くぞ。俺を撃つ人を侮ったことを後悔させてやる。これでもしこの人を倒せれば迷いを断ち切るきっかけになるかもな。その壁を越えられるかではない、この人にとって。俺は偽物なんかじゃない。どれくらい減ったかな。OK。 おい、私に代わりこいつを阻め。まだ来るか。こいつあれだ、雲だ。目の前の敵を倒すしかない。分かった。おっとっと、これね、国広さんのダメージ必殺技も見てみたいけど、あー、ちょっとね、自分からやるのはなんか気が引けるよね。まあなんかわざわざやるのはやめようか。別の機会になんかあれば、別枠としてなんか出しましょう。出すか分かんないけど、これで、おっと、終わりだ。終わんなかった。オッケー、これで終えるかな。あ、とりあえずは終わりか。ってことはまだ多分彼との決着がどっかであるよな。心配だな。ここまでやっと国広さん気持ちを切り替えられたのに。大丈夫かな、この先。長尾明永は見失ったか。増援は封じたんだ。これでいいだろう。うん、仕事はできたね。待て。あ、自分から？なぜだ。お前を見ているとどうも胸が。あ、正気を取り戻した。どこであったか。わかるんだ。あんたはおそらく干渉を受けているだけだ。あ、だが俺を恨んで気が済むならそうしろ。だってこれ国広さんにとって今待ち望んでた人とは違うけど、元の主なんでしょう、この人。多分この言葉を投げかけるのにどんぐらいの思いがいるんだろう。そんな刀さえ持っていなければあんただって利用されなかっただろうからな。そうか、そこにも負い目があるから今自信がなかったのか。な、私の刀を侮るな。あ、失礼する。な、待て。恨んではなかったんだ。撃つしも本かも関係ない。誇りを持って扱われていた。大事にされてたんだ。昔も今も
俺は気がつくのが遅いな。ただいま。ちょっと強くなったかも。かわいい。生ゾウくんだね。もう最近はい、わかった。なんかね、ごめんね、全然関係ない話だけど、涙もろくってさ、昔子供の頃ね、親がボロ泣きしてた映画とか見ても全然何とも思わなかった。これ何がそんな感動できるんだろうみたいな生意気な子供だったんだけど、聞きたいことが今になってたくさんあるな。もうダメだよ、泣きそうになっちゃったよ本当に。涙腺がなめくじなんだよな。いやーでもよかったね本当。自分の心だけじゃなくて主からあの言葉を聞けたのは国広さんにとって一番いい道だったんじゃないかな。こんな大変シリアスなシーンですが、村正さんのミニゲームです。絵合わせだね。では始めましょう。これ本当に難しいんだよな。これって順番同じなのかな。立ち上がった後はこのポーズとか決まってる。じゃあ立ち上がった次にしてみよう。これあ一緒っぽいな。オッケーオッケー、全部これでいってみようか。立ち上がった後ね。そしたらあっぶね。オッケー。これオッケーオッケーオッケー。そうかそうか。あ、結構顔っていうか眉の形とかもちょっとなんていうんだ、色気のある感じなんだね、やっぱり村正さんは。村正さんもなんか戦いのシーンになったらチュートリアルで一回やったけど、どういう振る舞いをするのか見てみたいね。わかりました。皆様の働きに期待します。うん。小田原征伐多数の大砲。あ、それまずいな。敵軍を、退け救出。わかった。こっちが長義さんね。ああ、任せておけ。成功条件が敵の大将の撃破、中隊長。で、味方が負けるとダメと。了解した。長義さん心配だろうな。お前たちの死が来たぞ。かっこいい。国広さんのこと心配だろうに。数を減らしながら秀吉の元へ向かおう。わかった。それなりに相手にしながら、ごめんね、そこはお任せする。大砲か。本陣を狙われては無視できないな。大砲を壊しつつって感じかな。仕切っているのはあいつか。うん、切らせてもらおう。やっぱり多少なり時間速攻軍にも知能があるのか、場を仕切るとかができるんだね。よし、オッケー。避ける。打ち上げて。周りはもうだいぶ。おっと、オッケー。よしよし、いい感じ。他の大砲も止めなくてはね。あ、大砲自体は壊さなくていいのか。了解。じゃあ先に行こう。一人となると大丈夫。めちゃくちゃ囲まれてたけど、
ジャンプしてみみたいに言われてなかった？大丈夫か？パカられてたね、今完全に。敵、まあ大丈夫かな。いるね。おっと、大砲か。おっと、危ない。うん、長義さんの力を見せよう。そうだね、 OK。 危ない。やっぱ心配してるんだね、やっぱり。なんだかんだずっと気遣ってるよな。待って、後ろで味方が引っかかってるけど、あれ大丈夫か？ついてきてもらったりしなくて大丈夫か？見てくれてるのかな、後ろから敵が来ないか。ありがとうね。じゃあ行こう。走り方かっこいいな。刀を横にするんだ。行こう。かっこいい。何回見てもこう話のたびに印象が変わる。ここ印象が変わるから全然飽きないな。オッケー、強い。分かった。おっと、奥だね。今珍しく余裕なかったな、長寿さん。一人じゃちょっと不安か。分かった、オッケーだ。あぶねえ、当たったと思うが。よし、あと一つあるな。こっちだね。いた。うん、あなたも迷いがあるよな。おっと、やべ、ごめんね、何回も。ごめんごめん、分かった。豊臣さんもめちゃくちゃ戦ってくれてる。無理しないで、私が頑張る。危ない。ごめんね、長義さん、本当に。でもこうなったからね、必殺技が見たいという下心もある。危ない。体力は全然大丈夫。行くぞ。 OK だ。もうちょい気をつければ無傷でいけたね。無傷というか負傷はなしでいけたね。ごめんね。あ、足も切れてるんだ。寒そう。敵は排除した。一旦引いて秀吉の様子を伺うとしよう。うん、分かった。私は一体何なんだ。天下人になったとしても、わしの力ではなかろうに。この時代、こういうのってそこそこあったんだろうね。すごい子供の武将の人とかいたもんね。息子という理由で。実際に、こう政治を仕切ってたのは別の人でとか。信長様が作り上げた地位が、いや、勘兵衛の策がわしをのし上げただけだ。二人の力に乗ってるだけになってるのか。自分を見失っている者がどうやらここにも一人か。もうか。勘兵衛の狙いはどうにも不可解だ。主君があんな状態でなぜ小田原城を放っておく。どういうつもりで。俺たちへの誘い込みか。刀剣男子を先に狙ってるわけか。戻ったぞ。あ、思ったより早かったじゃないか。待って、大丈夫？それ本物？いや、偽物だ。さすがだ、気づいてる。これ実力はどっちが上なんだ。え、すごいな刀剣男子って。あ、脱いだ布。
あ、消えたのか。遅かったな。よく俺ではないと見抜いたな。いや、ね、確証はなかった。おい。だが、お前の偽物かどうかくらいは切り合えばわかるだろう。これすごいいいセリフだね。偽物くんは一振りで十分だからな。いや、逆だなこれは。実力がわかってるから言ったんだ、今のは。あの者たちは一体…そりゃ驚くわな。目の前で急にサイヤ人同士の戦いみたいなのが繰り広げられたらそりゃ驚くわな。刀剣男子、いつか官兵衛がそう言っていたような。この人が知ったことによって何か動くかな。お前はお前か。ん？ではわしはわしだな。なるほどなるほど。ん？これはいい方向に転がるのか。秀吉様。あ、来たね。ご無事でございましたかな。ああ、ようございました。これは黒田官兵衛のもう言う通りにはならないっていう。私が知恵を授けられずさぞ難儀なさったでしょう。この後の知性では誰よりもおそばで。待って待って、これあの後ろですんごいソニックブーム出てるけど、これバグじゃない？これ待って、これ国広さんの必殺技か、長義さんか。もうええ、勘弁。わしに口出しするな。よかった、すんごいシリアスなシーンとかじゃなくてよかった。あ、でもやっぱ待ってくれ、集中できないよ。豊臣さんはやっぱあの黒田さんに従わない方針にしたんだね。誰か助けてくれ。はい。そりゃはいになるわ。わしはもう決めた。手を汚すならば自分でやる。どんな道であろうと我が足で進んでみたいのじゃ。うん、武将としてはダメなのかもしれないけど、一人の人としてはすごくいい考えだと思う。わしの天下、わしなりに収めてみるとしようぞ。あ、でも天下はわしに続くべき者たちのためにも。そうか。助けてくれ。また出たのか、そっくりさんとやらな。うん、まあさすが長義さんだったけど。退けたけどね。でもこっちに向かって刃を振るってきたから敵なのか。しかし一歩間違えれば危なかった。そうだね。あれはやはり敵なのか。普通に考えればそうだけど。どうかな、気配がどうも違うような。本気で切るつもりもなかった気がする。本気じゃない。ん？何か分かったかな。おやおや、まだ彼については調査分析段階なのかな。コンノスケチームも政府も完璧ではないか。では仕方ない、歴史改変の流れを追い続けるか。うん、分かった。戦い続きだね。大丈夫かい？初代キリさん、なかなか話すシーンがまだなかったから、もっと聞きたいね、いろいろ。ご心配なく、次に備えて鍛錬をしてくる。うん。偉い。定義は少し柔らかくなったかな。すごいな、見抜いてんだ。ていうか、河川さん、めちゃくちゃ肩幅広くないか。三日月さんと左のいちごひとふりさんか。いや、おっきい。あ、いや、キブトリか。結構筋肉質な人なのかな。
なんかイメージ的にもっと華奢でっていうイメージが勝手にあったんだけど。いえ、前からですよ。主がいなくなってから空気が変わりましたな。みんなすごいね。ああ、そうかもしれない。カセンさんは、俺も失礼する。うん、今はちょっと休んだ方がいいかもね。いろいろあったから。定規の元に行ったんでしょ。手合わせをするために。みんなあの二人の仲はもう承知してるのか。この教習調査、いいこともあるようだ。きっと俺たちをより強く結びつける。リーダーっぽい感じだね、三日月さんは。良きかな、良きかな。三日月さん、やっぱりなんか素じゃないのは間違いないと思うんだよな。なんかずっとなんか皮をかぶって演じてるような感じがするんだよね。何なんだろう。お見事。まあ歴史は修正できたのでよしとしましょう。ただいま。これはまたキッチンに。この力は悪くない。押し通しを。キッチンか。おにぎり、おにぎりだよね。あ、ちょうどあるね。ちょっと待ってくれ。僕に任せてくれるの？この二人のおにぎりが食べたいです。やってみよう。あ、同時に出るんだ、これ。こんな助がいる。うわぁ、次は鍋を用意して。天国か、ここは。え、私その間に挟まってもいい。やめとこう。あの、端から見せてもらってもいいかい。おにぎり作り。では始めましょう。あー、やったー、ヒューガくんね。難しいな。あ、くそ。ダメだ、難しい。2個目、頑張ろう。一緒におにぎりを握りましょう。オッケーオッケーオッケー。気をつければなんとかなるかな。あー難しい。唇きれい。あ、でも大成功なんだ。わあ、日向くんが握ったおにぎりだって。みんなで食べよう。庭もあるね。鶴さんはまだミニゲームやってないか。やろう。庭は収穫だけかな。始めましょう。準備はいいぜ。何が足りないかわかんないのでとりあえず披露。あ、みんな収穫ってこんな感じ。どりゃーとか言いながらみんな収穫する感じなんだね。見えた。これごめん、あのメタな発言になって申し訳ないんだけど、これ声優さん、このここのシーンのボイスって分かってこれ収録したのかな。戦闘シーンですって言われてこのボイス収録されてない。まあでも楽しそうだからいいんだけど。よし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 。今のところ縁側がこう一番というか2人の関係が見られやすいのはここだけかな。衣装ってこれで終わりか。次に衣装かな。まだかな。